皆さんこんにちは長野県のなおちゃんと申しますいつもご視聴ありがとうございますこの動画チャンネルでは学校の先生方その先にいる子供たちの笑顔がますます増えていくようなことを思い描いて学級づくり授業づくりの工夫アイデアを紹介させていただいている動画です、えー、今日のテーマ見てくださいほらあのこんなに雪降りましたよ、えー、じゃんこんだけ積もってますね <laughs> はいえー、この雪、えー、皆さんの、えー、と地域はどうですか長野県のね地域なんかは、まあ、長野県広いんでねあのうんと降ったところと、うん、まあまあなところとはあるかもしれませんが皆さんのお家はいかがですかえー、こんなね雪が降った日もまたねえー、と子どもたちにが幸せに結びついていくようなあのことを考えたり。 えー、子どもたちにねその見方を伝えていく、えー、一緒に考えるチャンスだななんてことを思うんですね、えー、朝こう学校行くじゃないですかちょっとね通私の家の前も通学路なんですけどちょっと見てみましょうよしょよしょよい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 しょ,いしょ,いしょこうやってね私も朝早起きしてこうやってね雪かきをしたんですけどねよいしょ。 ほら、ここ通学路みんなねこれあの朝お,、えー、とお家からね、えー、出てきてうちの近所はあのご高齢の方は結構多いんですけどみんなでこう出て「おはようございますおはようございます」って言ってね、えー、日が暗い時からみんなでこう書いてねほら <laughs> 道路脇に雪書いてあるでしょうちの前なんですけどこれね,ねで私が、えー、と担任していた時はね、えー、とやっぱり朝ね 高学年の子なんかは雪かきをねおうちの人と手伝って朝来てる子もいましたね。ねでえっと子供たちが登校する時はもうこうやってきれいに描いた状態で学校までの道のりね地域の方がこうやってやってくださっているわけです。で「おはよう」って言って子供たちと教室行って祖父の前でね「あー寒かった寒かった今日雪すごかったね」とか言って。<laughs> あの 手握り合いながらね誰が一番手あったかいかちょっとやってみようよとか言って「<laughs> 今コロナだからそんなことダメなのかな?ね」あ。ねえっと「だる誰々ちゃんの手はあったかいね」って「え僕の手もあったかいよ」なんて言ってねあったかい時間がストーブ囲んで生まれるんですけどで,で朝の会が始まってね、えっと、当然雪の話から始まると思うんですけど、えー、みんながね、えっと、歩いてる来ている道 のことをちょっと思い出してごらんってここからねえっと一緒に考えるんですね、えー、道どうだったって言ったらあのもう朝早かったんだけど全部書いてあったよなんて話をするんですねそうだねそのじゃあ道は誰が書いてくれたんだろうねとか言って地域の人とかその住んでる、えっと家の前とか言うんですねじゃあその地域の人は朝早く眠たい目こすりながら出てきて雪書いてくれる そんな地域の人はどんな思いで雪をかいて、えー、くださっていたんだろうねってその人のね気持ちをまた地域の皆さんのお気持ちを想像するんですね。うん。そしたらね子どもたちねあの僕たちのためにありがたいとかねあの自分のためだけじゃなくてここを通る人のために書いてくれてる大人のこう思いとか。 えー、生き方あり方りにまでで、ね、思いはせ,はせるんですよね。うん。そして自分たちが大人になった時、えー、と今度はそこに暮らす子どもたちのために、えー、雪かいている、えー、そんな未来がねきっとこう、えー、伝わっていくんだろうな伝承伝達していくんだろうなってその地域の思いやり温かさがねそんなことがこう未来、えー、想像するととてもワクワクしませんか こうやって地域のこう暖かさとかいうのはこう引き継がれていくんでしょうね親から子,子から孫へね、うん、そんなことをこういつもこの雪の日には考えたりするわけです。えー、学校の先生でねこの雪の日に思い出すあるし、えー、と歌があります。えー、みゆきせんのの字にに小さき靴の跡我こそ先にいかましもの これあの長野県の平屋村で学校の先生されした林「みゆきせむ」っていうのは「えっと、深い雪が積もった朝」えー「のじに小さい靴の跡」えー「道にはねち小さい靴の跡があるんですね」で、えー、もう学校の先生として、えっと、林先生が「とえっと 出勤する前にもう子どもたちは学校にね向かってるんですねでその、えー、の字に小さく靴の跡その靴の跡足跡を見つけて我こそ先にかまし者の私が先に行ってあげればこの子たちは、えー、雪の中ねえー、っとこう大変な思いせずに行ったのに今度は私が先にこの雪道を踏んでね、えー、行ってあげたいなっていう子供に。 思うね、えっ、ー、と愛が溢れた詩なんですけども、なんか私自身も、えー、そんな風でありたいななんてことを思いながらえっ、ー、といる今朝です。はい、今日のお話は以上です。えー、皆さん、えー、雪道、車の運転などどうぞご安全にお過ごしください。そして今日も一日、今日ね2月11日、えー、ね日本の建国記念日かな、ね大事な日ですよね。 えー、日本人としてのね生き方あり方についてもまたあの見つめていきたい日だななんてことも考えておりますでは今日はこの辺でえっと終わりにしたいと思います最後までご視聴どうもありがとうございましたまた次回お会いしましょうもしよろしければチャンネル登録していただけると私とても嬉しいし励みになります、えー、たくさんの方に、えー、お届けすることができますのでどうぞご協力よろしくお願いします皆さんのお力をお貸しください では今日はこの辺で終わりにしますまたお会いしましょうさようなら